アロハ。ハワイ愛が溢れすぎて我慢できないワクノリチャンネルのワクです。円安、物価高でお金がどんどんぶっ飛ぶびっくり価格のハワイ旅行もあと残り2日。最後の最後まで徹底的に節約旅をしまくり、ついに日の島ハワイからフライングホノルに乗って日本へ帰国をします。帰国便ではプレミアムエコノミー席に搭乗しておりますので機内の様子をお届けいたします。それでは行ってみましょう。レッツラーゴー。あ、ハロー、ワク。Can I have iced coffee without milk and sugar? And what size? Tall size. Tall? Milk and sugar? Yeah. 2% milk, okay? And no milk, no milk. No milk, no, no oh, milk. Okay. Okay. And cafe latte? Iced cafe latte? Iced cafe latte, size what? I'll have your tall size. Tall size? Decaf, okay. Decaf? Decaf, yeah. You can do that. Anything else? That's all. Okay. Thank you very much. ヒルトン、カリアタワーのスターバックスでカフェタイムを過ごします。カリアタワーがおすすめな点は、ロビー階の1階にスターバックスがある点です。早朝からオープンをしていて非常に便利なのですが、夕方4時に閉店してしまうので注意が必要です。午前中はここでコーヒーを買ってお茶休憩をします。休憩の合間、ハガキを視聴者さんへ送るために、宛名書きプラスメッセージを添えていきます。このチャンネルのメンバーシップの特典としてハワイからエアメールを送るというのがあり、エアメールを2人で手分けをして書きました。抽選会を行ったので、ハワイからエアメールを送るということで、今全部書き上がりました。チラということでチラ、はい、送りたいと思いますので、皆さん到着までお楽しみに。当たった方はでもこの動画、この動画見る頃にはもう届いてるかもしれない。あ、そうね、もうすっかり届いちゃってる、はい、それじゃあ、次の場所に行ってみよう。こちら違う、ここにバイバイ。もうこんにちは。もうすでにお昼だけど、午前中はちょっとびっくりしてました。はがき書いたりコーヒー飲んだり、時間過ぎちゃって、ね、ハムにかけなくてトイレも入れなくて、で僕らはこれから入り替えホテルの前から、ピンクラインに乗ってワイキキの方をちょっと周遊してみようかなと思って。はい、はい、じゃあ、ありがとう。あ、落ちてる花が。あ、綺麗だね、その黄色でね、うん、真ん中が。これで風も治るかしら。うん、治るかも。これで風も治るかしら。治るかも。ほら、落ちたてのほやほや。おお、あ、超綺麗じゃん、それ。いい感じ。じゃあ、もうほら、いやいい。いや、俺はいいよ。俺、似合わねえだろう。かわいい。かわいくねえから。ただ、ほら、やってみて。崩してみてから。じゃあ、崩してから。はい。帽子つけてやるから。うん、これ持ってて。はい。飛ばなきゃいいけど、今日風強いから。そうだね。まあ、大丈夫。ありがとうございます。ワイキキとローリーピンクラインでぐるりと反対回りでアラモアナセンターへ向かいます。バハロー。バハロー。オリオリステーションアラモアナはアラモアナセンターの1階にございます。
こちらのカウンターでは各種ツアーの申し込みや荷物の一時預かり、無料 Wi-Fi をお使いいただけます。ほっとしたところで気を取り直して、今回アラモアナに来た一番の目的であるロングスドラッグスへ。妻は前日の夜から具合が悪いと訴えています。妻の症状は熱はなく、喉の痛み、咳、だるさといった風邪の初期症状みたいな感じでした。ロングスドラッグのオリジナル商品でデイタイムと書かれた比較的安価な薬を購入しました。ハワイをはじめとした海外で薬を購入する際は、医師や薬剤師さんに持病やアレルギーの有無など相談をしてから服用してくださいね。風邪薬を購入の際、レジでお会計をするときに年齢の確認がございますので、係の方に年齢を伝えてくださいね。ご購入の前に注意点がございます。50歳過ぎのシニアの年齢になると、年齢的にどうしても高血圧や内臓の持病など病を抱えてしまう年齢になります。ハワイの医療費は日本のとは比べ物にならないくらいに高額です。くれぐれもハワイ渡航前に、旅へ出る前にかかりつけ医に薬の服用や飲み合わせについて確認をする。海外旅行保険の使える通いやすいクリニックを調べておく。海外旅行保険の保証額を確認する。死亡保障だけではなく、障害、疾病治療費用の保証金額が多めのものを。以上のことをお勧めいたします。あった？あったで。パタゴニアはアメリカ発のアウトドアブランドで、日本でもすっかりおなじみの大人気のブランドですよね。パタゴニアホノルルは現在の場所へ2021年春に移転し、店舗面積を拡大してオープンいたしました。以前の店舗よりも広々とした店内に商品が陳列されており、ゆったりとお買い物を楽しむことができます。こちらのお店のおすすめはパタロハシリーズです。パタゴニアとアロハを組み合わせた言葉で、ハワイでしか買えないものもたくさんございます。気に入った商品があったら確実にゲットしておきたいですよね。パタロハシリーズは T シャツ、キャップ、グッズなど様々な種類が揃っていますよ。これでしょ、奥のやつね。あ、高いね。2万円ぐらいになっちゃうね。かわいいシリーズが出たね。秋口とかいいかもね。あれもかっこいいよね。よし、終わり。
アラマーナセンターの1階にございますチェジュビングデザートカフェへやってきました。ハワイで一番美味しいかき氷を食べたい方はぜひ一度こちらへ行ってみてください。このお店の特徴は韓国スタイルのかき氷をいただけるデザートショップで、ハワイにはあまりないふわふわのきめ細かなかき氷をいただくことができますよ。グリーンティーの小豆、ラージプリンス、ラージプリンス、なんかいいだと飲み物とか、これ一個でいい？ That's all. Okay. Totals 11.47. Okay. $10 is your change. 抹茶パウダーにあんことアーモンドがトッピングされていて、ミルク味のふわふわのかき氷はお口の中で溶けますよ。ビキでアラマーナセンターからサラトガロードまで移動。ワイキキにある郵便局で午前中スタバで書いたハガキを投函。無事に日本へ届きますように。ワイキキフードホールは場所はロイヤルハワイアンショッピングセンターの3階にございます。少々分かりづらいところにございますが、順路に沿って行っていただくと目的地に到着いたします。ハワイの美味しいものを全部をコンセプトに、ハワイで人気のグルメやドリンクを提供しているフードホールです。このフードホールではビールが1杯2ドル50セントで飲めるお店として、ハワイ通の方々の間では有名ですよね。安いビールを飲みに来たことが一番の目的でしたが、もう一つ目的があって来ました。それはなんと、こちらのフードホールでは平日のみ日替わりでお得メニューが展開されていて、10ドル以下で食事ができるのです。その気になる内容はこちら。月曜日がチーズバーガー、火曜日が焼肉カレー、水曜日がポータマ、木曜日がガーリックシュリンプ。僕たちが行った木曜日は5スターシュリンプが9ドルの日だったので、ガーリックシュリンプを注文。これだけだと少々足りないのでポータマを注文しました。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.9ドルはお値打ちだよね。ん？9ドルはお値打ち。ポータマは沖縄のソウルフードで人気ですが、ここハワイにあるのをご存知だったでしょうか。注文を受けてから出来たてのポータマを作ってくれますので、沖縄で食べる味とほとんど変わらずの味で、めちゃくちゃ美味しかったですよ。これがちょっと違うでしょ。これ、おすすめです。はい、それじゃいただきます。いただきます。今日は質素に昼間ガーリックシュリンプ食べちゃったからな。あ、もういける。はい、今日もあれ良かったね。ワイキキのあの、なんだっけ、9ドルのガルコガルクシリファイブスターシュリンプ。前向こうフードトラックの時はね、結構客がいっぱいいたのにね。でも本当、場
所分かりづらい。本当分かりづらいよ。だって何回も行ってるけど、あれって思うもんね、俺も、うん、結構行ってんだよ、俺も。まあ、あんなに奥にあると思わなかった。じっくり食べたいと思います。バイ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すっかり忘れてました。おやすみなさい。もう寝る。じゃあね。バカ。同期行くんだよ、これから。嘘だよ。勘弁してくれ。同期。勘弁してくれ。夜な夜なすぎるで危ないから、今日は寝ましょう。明日連れて行くから、まあ、な。はい。でも明日寝坊するじゃん。寝坊しねえ俺は。今から洗濯物に行かなきゃいけないぞ。おはようございます。最終日の朝を迎えました。本当は明日の朝チェックアウトになるのですが、一日中ゆっくり過ごせるのは今日だけとなります。最終日は悔いのないように過ごしたいと思います。いただきます。もう食べちゃった。すいません、食べちゃった。食べてからセッティングをするけど、ごめんなさい、食べちゃった。コーヒー牛乳的な。そうそう、なんかこれさ、うん、銭湯で飲むコーヒー牛乳みたいな感じだよね。うん、いいんじゃない。うん、ね、ちょっとでかかったかね。いいよいいよ。いいの、うん、でかいんじゃねえのか。じゃあ下げとくね。うん、すごい、いっぱいいっぱいいっぱい。ホノルルコーヒーは1992年にダウンタウンでカフェスタンドとして創業した店舗になり、こちらのエクスペリエンスセンターは2015年秋にオープンしました。店内は天井が高く広々とした作りになっており、お店の中央には1944年に作られた巨大なロースターがございます。この巨大ロースターで毎日丁寧にローストがされているそうですよ。店内には広々としたベーカリースペースもあり、ケーキやパンを手作りで焼いているのも見ることができます。店内の壁には粉コーヒーにまつわる展示物が飾られております。Can I have a acai bowl and Hawaiian latte? Okay. What's ice? Hot, right? Ice, okay. Ice? Yeah. Ready to go? That's right. Okay. Thanks so much. Thank you. あそこのカウンターか。ホノルルコーヒーのアサイボールは全体的に甘さが控えめで、アサイの味がしっかりとしています。ハワイで食べるアサイボールの中でもトップクラスに美味しいと感じました。ぜひ行かれた際はめちゃくちゃ美味しいので注文してみてくださいね。そう、これうまい。あ、うまい、うまい、うん、それうん、ね、いいよね。いただきます。またやっちまった、またやっちまったけ。いただきます。いただきます。はい、はい、いいね。本当だ。
ちょっと待って。ドン・キホーテでお土産を買いに行きます。何を購入したかについては後ほどお部屋にてご紹介いたします。サンライツ Yes, サンライツ Yeah, サンライツ Yeah, カリアタワー Okay, okay Yeah Okay, thank you Thank you so much Thank you so much Yeah, you're welcome Thank youヒルトンまで帰ってきました。今回買ったお土産はこちらです。今回は港のソースを3種類購入しました。これさえあれば濃州昭和のガーリックシュリンプが簡単に再現できるソース、それ以外にはドレッシングを購入しました。パイナップルとごまを組み合わせたパイナップルドレッシング、マウイオニオンを使ったポン酢風味のドレッシングです。お値段は1つ7ドル49セントでした。こちらの4つの瓶詰めはフルーツバターで、ハワイアンパラダイスキャンディーズのリリコイバターです。リリコイとはパッションフルーツになり、酸味の強いフルーツです。リリコイバターはハワイでも人気の商品で、いろいろなメーカーの商品がございますが、ハワイアンパラダイスキャンディーズの製品は無駄な添加物も入っていない上に一番手頃な価格なので、とても美味しいしおすすめです。今回はリリコイ以外にグアバとマンゴーも買ってみました。ライオンコーヒー、まずそのライオンコーヒーのバニラとチョコレート、これが8ドル89セントおのおのね。でデガフのが10ドル99セントです。コルゲート2ドル99セント1個ね、キングスのハワイアンパン、これが5ドル99セントこれも5ドル99セントです。そしてカレンダー、カレンダー 2冊、1冊が1ドル49セントまだちょっと足りないものもあるけどね。これだけ買って107ドル99、まあまあな金額ですな。日本円で1万5000円ぐらい。たったこれしか足りない、1万5000円で。1万5000円ってすごいね、うん、びっくりだね。ということで、今回買った購入品でした。バイバイ、はい、現在の時刻、現在の時刻、午後2時18分、ドン・キホーテから今度はヒルトンに戻ってきまして、あ、綺麗。これから、これからですね。はい。どこに行くんですか。キラキラ、刺激者。はい。ランチ。ここでランチします。ビール。ビールも飲んで。あ、キラ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 、綺麗。なんかやばい、綺麗。わあ、見て見て、ほら。いいね。すごい青いね。あ、でもここ散歩できてよかったよ、最後に。大好きなさ、お散歩道だもんね、ボクさんもね、うん、もうここを行き来するだけで幸せで、ボクちゃん、ボクちゃんは本当に本当に真剣にまぶしい。明日帰るのが、明日帰るのは夢にしてくんないかな。目覚めたらまたハワイでみたいな、うん、まだあと1週間からあともう1週間ハワイにやられるよっていうの、もうしょうがないから延泊するしかないよ。延泊ね、うん、サングラスとめっちゃ眩しいね、うん、ためによかったね。小腹が空いたのでプレートランチを食べに行きます。ハワイへ来たらぜひ行っていただきたいおすすめのプレートランチ屋さんの一つがステーキシャックです。Can I have steak and chicken combo? One. One.
焼き方。あ、ミディア。サルサソース。あ。フレンチ or イタリアン。あ、イタリアン。飲み物。飲み物はノン。名前は。ワック。$3 Yeah. Thank you. Hey, one, two. Yeah. Thanks so much. No problem. Thank you. この時間ちょっと早いのか。そうだね。約3時。あ、もうちょっと？ステーキシャックでプレートランチを受け取ったら、すぐそばにあるコアオアシスブースシャックへ向かいます。ハワイは日本のビーチと違ってビーチでお酒を飲むことは法律で禁止されているのですが、はい、あー、粉ビール粉ビールアロハThank you so much. Can I have a 粉ビッグウェイブあ、トール、うん、ワン、いや、ノーマル、の、私コーラ。コーラ、急じゃないわ。はい、はい。はい、どうぞ。いい、大丈夫。Thank you so much. Thank you so much. ゴアオアシスは海を見ながらほぼオンザビーチでお酒を飲むことができる場所なんです。ゴアオアシスブースシャックは米軍のホテル、ハレコアホテルが運営しているビーチバーです。すぐ目の前の砂浜ではお酒を飲むことはできませんので、椅子のある席に座って飲んでくださいね。妻が頼んだコーラは気前のいいお兄さんがサービスするよと言ってくれたので無料になりました。ステーキシャックとビールでいただきます。いいねこれね、うん、はい、やっぱりハワイはいいところだよね、マリコね。バイバイ、バイバイ。うまい、当分このプールに来ることはないので悔いのないように2023年最後のプール納めをします。はい、
今から行きます。ロイヤルハワイアンセンターの中にパンダエクスプレスがあるので、ここでプレートランチを買います。ここでの注文の方法はおかずと主食を選ぶスタイルとなっております。今回注文したのはエニー2エントレス&ワンサイド、おかず2品に主食1品。今回は主食はチャーハン、おかずは一番人気のオレンジチキンとブロッコリーを持ち帰りにしました。このプレートランチはとても量が多いので、2人の夫婦であればおかず2品主食1品でちょうどいい量だと思いますよ。プレートランチを購入するとフォーチュンクッキーをもらいます。殻を割ると運勢が書かれたおみくじが出てきます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。じゃあいただきます。うん。ね。うん。うまい。オレンジチキン。うん。今日はオレンジチキンとブロッコリーとチャーハン。うん。ごちそうさまでした。妻は洗濯に行っちゃったので一緒に合わせてそうじゃ美味しかったです。でかくなりました。最後の日、おはようございます。おはようございます。帰国前にちょっと散歩です。今日は6月の24日4日、7時6分。天気は晴れ、ちょっと肌寒いかなって感じがするかな。また来るよ。バイバイ。今の方がハワイ病な感じ。日本に入りますかね。はい。ミク、あれ綺麗。見て。ね、これでしょ。うん。束が綺麗だよね。うん。
コーヒーはね、相変わらずね、今日もちいちゃうから、うん、ビーチで見ないね、コーヒーを見に行ったから、一回今から考えてね、うん、もうなんか今夢見てるみたい。今が夢見てる、逆だった、死ぬ元気が出ないよ。ドキンきないね、今日ね、しょぼん、よしよし、まあ、またくれはいいんだから、やばじゃん、帰る直前にレインボータワーにかかる美しい虹、今度はいつになるかわからないけどすぐハワイに帰ってこれる、そんな気がしました。分かった、帰ったよ、帰ろっか、うん、あ、帰った、日本に行ってこようか、うん、さあ、日本だ、またね、やっぱり持ってく、寂しい、いいかい、うん、はい、し、行きましょう、はい、もう来てるかな、よいしょ、エクスプレスチェック、はい、さよなら、ピャパン、多分多分モーニング、ちょうど雨降ってきちゃった、悲しみの雨なんだよ、うん、端っこに来るんだね、そうなの、ほら、うん、Thank you、 OK、 Thank you. Thank you so much、 あ、こっちか、What airlines? ANA ANA? Okay, just straight OK、28A and 69A、okay. Gate C4 lounge is upstairs. Yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. で、帰ったら見たときよだれ楽しみてくれ。いいな。いいな。フレチェックなんです。取れんじゃないの？これすごいね。また。面白かったね。じゃあジャパンで会おうぜ、ジャパンで会おうぜ、ジャパンで、なんか変な気分だけどジャパンで、あ、パイナップルちゃんがいる、どうだ、パイナップルちゃん、パイナップルちゃん、
このラウンジは1階のガーデンコートエリアにございます。スターバックスコーヒーの裏手にあるエレベーターまたは階段を使ってエアーラウンジと書かれた看板の方へ向かっていただくと看板が出ていますので、受付で当日の搭乗券とカードを提示しラウンジへ入ります。ラウンジへ向かう途中のガーデンは空港の中と思えないような庭園がございますので、ハワイとお別れする前に搭乗時間まで鑑賞するのもいいですよね。このラウンジではエコノミークラスの搭乗でクレジットカードのゴールドカード以上であれば利用ができるラウンジです。ここではヒルトンアメリカンエキスプレスカードを提示してラウンジに入りました。このラウンジでは無料のソフトドリンクと新聞雑誌の閲覧、無料の Wi-Fi の提供がございます。トイレはラウンジの中にはなくラウンジ外の少し離れたところにございます。場所はどこにある？場所は保安検査を通過後ダニエル K 井上国際空港の第2ターミナルのゲート C 付近になります。このゲートは A380 に対応したゲートとなっており、一番端にございます。そのため徒歩15分ほどかかりますので、時間に余裕を持った方が良さそうです。お願いします。こちらのラウンジではソフトドリンク、アルコール、ダイニングの提供がございます。ダイニングはビュッフェ形式になっていて、サラダや前菜、カレー、スパム結びやスープ、アサイボールなどハワイらしいメニューの提供がございます。他には無料の Wi-Fi、 新聞雑誌、授乳室、トイレが備わっておりますが、シャワー室は備わっていないようです。このラウンジの素晴らしいところはダイヤモンドヘッドをバックに目の前に見える A380 フライングホヌを見ることができる点です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。A380 の部分に直接搭乗が可能となっているそうなので専用通路を歩きます。まもなく搭乗です。A380 プレミアムエコノミー席は2階の席の後方にあり全73席ございます。シートの配列は 2-3-2、 97センチのシートピッチとなっており、エコノミークラスの86センチよりも11センチ広いゆったりとした座席となっております。ご搭乗ありがとうございます。
トベルトをお締めになったままお待ちください。ありがとうございました。すげえ。そうだね。ビジットジャパンウェブとかそうですね。乗り継ぎ便はいいですか？ここから台湾とか。台湾行きたいですね。はい、行きたいですね。はい、日本へ帰国してまいりました。久しぶりの日本、いかがでしょうか？ただいま日本。これからちょっと茶を飲みに行こうかなと思います。じゃじゃん、食後の一杯のアイスコーヒーです。うめぇ、うめぇ。はい、ということでね、今回のハワイ、いやちょっとね、いろいろとハワイ旅行自体はね、すごく楽しかったんだけど、やっぱりちょっとね、体調悪くしちゃったりとかしてたんで、今回ちょっと、虫火山灰がね、悪さして、もう本当に喉痛くて、もう体も咳するから、もう体調も悪くなるし、そんなんでね、あんまり 100% ちょっと遊べなくて、まあ、ほぼ、寝るのはたくさん寝ました。ただ食欲がなかったり、そもそもはね、すごい食欲があったんで、よかったかなと思ってね。いや、残念なのと、フルで。楽しみなかった。まあやっぱり最後の方にやっと元気になってきてね、ハワイから来るチャンスはあれですよ。やっとそこで帰るのが夢見てるみたい。意味わかんない。帰る頃になって夢見てるみたい。これは本当じゃないのかなとか、なんか前回来た時に逆バージョンになってましたけど、はい、なので、まあね、ちょっと次回の全力を注いで旅行を楽しんでいこうかなと思っております。そりゃまたね、はい、またねして、あら、どこ行っちゃった、またどこ行って、両席、またねして。1泊10日シニア夫婦ハワイ旅行の費用総額を発表します。今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良いなと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。 X、インスタグラムでは僕の日常や旅や生活に役に立つ最新情報をお届けしておりますので、フォローをお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。マッハロー。はい、今回の動画いかがだったでしょうか？また次の動画でお会いしましょう。マッハロー。チャンネル登録よろしくね。